研究室の学生を中心にして、彼女何人か女の子がボランティアに来て、このカフェをやる前から収納がなくて困ってるって話を聞いたので、でまあじゃあ学生と一緒にそういうんだったらなんか支援っぽいことができるかなと思って収納を最初作ってったんですけど、はい、この仮設住宅はいろんな地域から集まってきて全然その顔見知りがいなかったっていうこともあったの で、ね、でかつこういうカフェイベントみたいなことも合わせてやりながら向こうの方で演台作ったりすると、はい、まあ、いろんな人がこう、お茶にはこうお母さん方が、こっちの方にはああいう演台作りにはおじちゃんたちが参加して、いろんな人たちが参加できるようになるので、まあ、そういう機会を作りたいなと思って、毎回だからなんかやってるとこんな感じになるんですけど、そういうのでまあ、もともとね見知らぬ者同士って感じだったのも、そういうのもきっかけに知り合った人もいたみたいだし、カフェはまあもちろんですけど、大学仕事も意外とコミュニケーションの場になったりしてるというところはね非常に面白いなと思って、まあ、やってる方としても意外な効果だったので、まあこれもそういう意味で、設置しました。お金はね無料で配布して、やっぱり食べ物は出してないんですけど、誰かが持ってきてくれたりとか、まあ、たまたまそんな感じで、最近出張でいろいろ呼ばれて、このイベントのやり方は大船渡まで行ったりとか、南三陸、塩釜、あと石巻にもこの前行ってきて、でそんなに出張はいけないんですけど、まあ、もしこんな感じの取り組み、うちでもやってほしいっていうところがあれば、ぜひ声かけていただければなと思います。土日を中心に学生がいるんで来てください。